ということで再開していきたいと思います。そうですね、新一さんという人を探さないといけないんですけれども、とりあえずフェスレポートをゲットしたのでね、心配してくれた金松さんにちょっと見つけたよって言いに行きたいかなと思うんですよ。だから金松さんとこ、あ、いないの？ここには誰もいない。いないのか。そうか。じゃあユミノくんは帰ってきてる？あー、いないんだ。嫌な予感がするよな、ほんと。いないのか。かおりさんは、なんか忙しくしてるとかってじゃなかったっけかな。だよね。あとは、あと？貝原助教授はまだ帰ってないんだよね。え、教授室はちょっと怖くていけないな。一ノ瀬くんが舞子さんがいたって言ってたからおかしいな、亡くなったと思ってたんだけど舞子さんがいたって言うんだよな。ちょっと怖い、怖いけどと思ったけどどこかに行っているようだ。そうか、じゃあいないんだ。どうしよう、どこ行ったらいいんだろう。了解。田辺、田辺の姿はない。机の周りが妙に片付いており、私物が一切なくなっている。田辺さん逃げたんだわ。もう外に出てしまったのかな。なるほど、逃げたのか。逃げたのか。うむ、コンピューター室、ここはコンピューター室のようだ。かつて椎名からのメールが入っていたコンピューターだが、今は電源がダウンしている。データ検索。このデータベースから何か情報が引き出せるかもしれないわ。あ、これで調べるのかな？ウェルナー症候群。あ、あったあった！ウェルナー症候群。これで調べよう。多分私が思っているの、覚えているものと同じであれば、多分、金松さんはウェルナー症候群だと思うんですよ。ウェルナー症候群。近親婚により老化を進める父型母型由来の遺伝子が共に揃ったために、10から20歳の間に通常老年末期に現れる皮膚やその他の老化兆候が現れてしまう遺伝病。この病気にかかった人は老化を制御する遺伝子が欠けてしまうため、実際には20歳でも60歳くらいの顔に見える。やはり思っていた通り。それじゃあ新一さんという人は、金松さんのお部屋に漫画本ばっかり置いてあったのと、話し方とか落ち着きのない感じとか、そういうのがとても、その一ノ瀬くんが老人って言った、まあ、あすみちゃんも違和感をね覚えていたと思うんですけど、あまりに違いすぎる、ギャップがありすぎるので、そうかなと思っていたんです。てかウェルナー症候群かどうかは知らなかった。どうしたんだろうって思ったんだけど、地下でウェルナー症候群なんだっていう新一さんがねっていうのを聞いた時に、あ、確か聞いたことあるぞと思ってちょっと思いました。なので確実ですね。さっきデータベースで検索したので金松さん、でもね、いなかったんだよね。あ、机の上に書き置きがある。書き置きを見る。花壇の近くで待つ新一より。そしたら花壇に行かないといけない。花壇に、花壇で待ってくれてる。花壇、花壇の隅っこに私を待つ人がいた。地下の実験室で生まれたただ一人の生き残り、新一だ。その場所に金松が待っていた。金松さん、あなたが新一さんですね。金松はただ黙っている。そのうつむきがちな目は
よく見ると少年のもののような純粋な輝きを帯びている。彼が時としてそう状態になるのも、あるいは彼の純粋さの裏返しだったのかもしれない。彼の言葉を待つ私は、彼がロケットの持ち主を教えてくれたことを思い出していた。あの時の彼も、目に純粋さを宿していた。それこそが本当の彼の姿だったのだ。口を開いた彼の声は、とても落ち着いていて、それでいて、夢見る口調だった。よくわかったね。そうだ。僕は20年前にこの研究室の遺伝子操作実験で生まれた人間だ。巫女塚研究室で生まれ、巫女塚研究室で育った。一度脱出しようと試みた。だが、見つかってひどく殴られた。以来ずっとここで暮らしている。外に出たとしても、僕は狂人扱いされるだけだろうけどね。僕の病気は極めて稀な遺伝病だから、いずれにせよまともに取り合ってもらえないさ。僕はこの研究室のすべてを知り尽くしている。だが僕の言うことになど誰も耳を傾けないし、僕自身も研究室を裏切る気力がない。もう残り少ない余生を静かに過ごせればそれでいいんだ。金松さん、いえ、新一さん、私は知りたいんです。あなたの言葉を聞かせてください。研究室のすべてを明るみに出します。私は地下でフィフスリポートを手に入れました。君、まさか。ええ、この研究室で行われた過去、そして現在に至る殺人と反倫理研究のすべてを告発します。ダメだ。君が何を言おうと結局もみ消されるよ。麻生は警察にさえ介入できる存在だ。証拠不十分の告発など握りつぶすことくらい簡単なことだ。だから新一さんも力を貸してほしいんです。死んでいった人たちのためにも。新一は下を向き、悲しそうにかぶりを振った。無理だ。仮に僕が君と共に告発しても、結果は同じことさ。僕は狂人と見られかねないし、仮にウェルナー症候群が認められたとしても、僕が実験によって人為的に生まれたという証拠が一切ない。偽の戸籍を作るなんてこと、奴らにとってはわけもないことさ。僕には架空の両親がいるんだよ。そんな告発をしたところで、逆に僕らの方がデタラメだと思われるさ。第一、もうこの研究室から脱出することさえ容易ではないはずだよ。麻生は人の命を何とも思っていない。その気になれば君だってすぐに殺されるはずだ。不思議なことだね。なんで君は今まで生きてこれたのだろう。みんなが君を助けてくれたんだ。椎名さんはいい人だった。彼はもちろん僕にそう言ったわけではないけど、あすみさんが好きだったんだ。過去にいたあすみさんのことを、そして君のこともね。椎名さんは殺されてしまうと思った。僕は彼が君に力を貸さないように祈ったものさ。僕は君からロケットを見せられたとき、何か運命なのかもしれないと思ったよ。そして椎名さんが君を助けようとすることも分かっていた。その結果、椎名さんが殺されてしまうこともね。彼は4年前にあすみさんが殺されたとき、
何もできずに傍観していた自分を責めていた。だからこそ椎名さんは君を何としても助けようとし、一方で麻生サイドは椎名さんを危険視していた。柿崎さんにしても同様だ。彼も結局4年前のことにずっと苛まれていたんだ。君はうまく立ち回った。だが君は実は君を助けてくれている存在があることを薄々気づいていると思う。そうだわ、20日の夜、舞子さんを撃った人。そして地下室でのもう一人の人物。それだけじゃない。常に麻生サイドを牽制して君に危害が及ぶのを回避していたんだ。君はフィフスリポートを読んだというのに肝心なことはちっとも聞かないね。疑問は外にだけあるのかい？目をそらさないで自分のことを見つめられるかい？僕はそれができなかった。けど君にはそれができるというの？今ここを出ても殺されてしまう。麻生の作り上げた殺人者が戻ってきてしまう。灰原の部屋に行くことだ。助教授室？ああ、そこに行けば、あるいは。わからないね。もしかしたらだけど、灰原助教授が味方をしてくれるということなの？いや違うよ、それは僕の口からは言えない。だが灰原は麻生と三小塚教授を憎んでいる。彼は復讐を行おうとしている。私と共にフィフスリポートを掲げて告発に立ち上がってくれるということ？彼の復讐計画はすでに始まっている。2階の廊下の突き当たり。そうだ、僕がいつもいるところだ。あそこの廊下の壁をよく探ってみることだ。助教授室に入ることができる。だけどそのことがあすみさんにとっていいことなのか僕にはわからない。今私のことをあすみさんって呼んだわね。4年前もそうやって呼んでいたのね。そう、そうだよ、あすみさん。その時も僕は泣きながら止められなかった。あすみさん、死なないで。あすみさん大好きだよ。あすみさん。花壇にはまだ新一がいるようだ。もうちょっと話してみる。あすみさんはいつも強い人だった。自分の宿命に真っ向から立ち向かっていく人だった。僕にはそれができなかった。僕には宿命から目を背けてそれを呪うしか生きる術はなかった。灰原助教授の部屋に運命が置いてある。なるほどね。ということは灰原助教授の部屋に行かないといけない。部屋の脇に注意して見ないとわからないような小さな出入り口がある。灰原助教授室に入りますか？ちょっとセーブします。はい、では続けていきます。入りますか？はい。ここが灰原助教授の部屋。誰もいないみたいだわ。少し調べてみた方がいいかもしれないわ。なんだろう、この感じ。どこかで見たことがあるわ。おかしいわ、一度も来たことがないはずなのに。私はこの部屋にいる人のことをよく知っている。誰だったのだろう。私はなぜこの人のことを知っているのだろう。本棚を調べる。
私に理解できるような本は一つもないわ。あれ？棚の脇に小さな紙が留めてある。何か細かい数字が書いてあるようだ。なんか妙に目に留まったわ。どうしてだろう。小さな文字ではあるが、見慣れた数字の羅列がある。だから目に留まったのだ。これは、この数字はお姉ちゃんの下宿の電話番号と同じだわ。間違いない。すべての数字が同じ。え、どういうことかな？偶然？8桁の数字の羅列がすべて同じ。なんで？パソコンを調べる。なんだろう、これは。ディスプレイはついたままだ。そこにはテキスト形式のデータベースがあった。私はそのデータを食い入るように見つめていた。データベースの読み込みと表示を行います。ん？あれ？小さい頃、よく喧嘩したよね。テレビのチャンネルの取り合いとかしてて、私はアニメが見たいって言って、お姉ちゃんは難しそうな科学の番組じゃないの？お姉ちゃんはなんだか難しそうな科学の番組を見たいって言って、あれ？これ、蓮見ちゃんが思い出していたことそのまんまじゃない？私、しまいにはいつも泣き出しちゃって、でも、お姉ちゃん、どんな時も結局私に譲ってくれてたわ。いつも家には二人だったから。お父さんが忙しかったから、いつも家には私たち姉妹だけだったから。二人で盆踊りに行ったよね。夏には必ず。いつも二人だった。横でお姉ちゃんが笑っている。お揃いの浴衣を着て。でも、そのうち、いつからかお祭りに行かなくなったわ。そう、お姉ちゃんを男の子が迎えに来てた。お姉ちゃんは、あの男の子が好きなんだわって思って、私、ドアのところで一人で見てたわ。もうすぐクリスマスだよ、お姉ちゃん。いつもお祝いしていたわよね。一度、思い出しても笑っちゃうけど、お父さんがいないイブの夜、お姉ちゃん、サンタの代わりになろうとして、私が眠ってから枕元にプレゼントを置いてくれたんだよね。でも、その後で私の体を踏んづけて、おかしいわ、お姉ちゃんその後で。だって、アスミがまだサンタを信じてると思ってたんだもん、なんて言って。いくら私でも、そんなことくらいわかってますよ、だ。お姉ちゃん、まったく一緒。その時にもらった熊のぬいぐるみ。今でもずっと大切にしているわ。まったく一緒なんだが。そんな、これは。嘘だわ。これは何かのトリックだわ。どう考えればいいんだろう。このパソコンに私の記憶が入っている？違うわ。あなたの記憶は元からその一種類しかなかった。あなた自身がよくわかっていたはずよ。誰？背後から現れた何者かによって私の口に白い布が当てがわれた。その瞬間から意識が遠のいていく。しまった。今まで後ろにずっといたんだわ。ううん、今だけじゃないわ。ずっと、私はあなたのことを見ていた。薄れゆく意識の中、私は背後から現れた人間が誰であるのかを感じていた。初めて会った時から、あなたは他人とは思えなかった。あなたは、私の何を知っているの？香織さん。
なんとセーブします。12月23日、気がついたみたいね。ここは、私は辺りを見回した。体を起こそうとするとまだ頭が痛む。どうやら病院の一室らしい。帝都工業大学構内の病院のようだ。この部屋、見覚えがあるんじゃないかしら。そうか、確か少し前に交通事故に遭った時に、そうよ、その時に意識を失ったあなたが運び込まれたのがこの部屋よ。もうあなたは気づいていると思うけど、あなたの姉は実在しない。そしてあなたの出生がどのようなものであったかも見当がついているのだと思うわ。わからないわ。何を言っているの？あなたが私の何を知っているというのよ。昔語りは趣味ではないけれど、このままでは何もわからないだろうから、一応話してあげる。現実を見つめられるよう、せいぜい努力することね。香りの話を聞く。それは、とても澄んだ穏やかな声で、私はただ聞き入るしかなかった。私も、この研究室に推薦される多くの学生たちと同様、両親も身寄りもない子供だった。身寄りのない孤児のうち、知能の高い子供を選び、英才教育を施して研究者に仕立て上げる。巫女塚研究室の学生は、皆こうやって入ってくるの。私は、灰原助教授に見出された。灰原教授は、巫女塚研で推し進める総合人間構築学の中でも、極めて画期的な研究を進める予定で、その研究のために私の力が必要だと彼は言った。7年前、私が正式にこの研究室の所属になってすぐの頃、あなたと初めて出会った。灰原先生に連れられて、彼が独自に隠し持つ病院の一室に行った。そこにいる少女の顔を見て、私は声を上げた。その少女は、私の研究室の同僚であり、巫女塚教授の娘でもある。上条明日にそっくりだったからだ。驚いたろう。こいつは、我が巫女塚の策略にかかって、私が巫女塚の策略にかかって、刑務所送りになる直前に、彼の娘の遺伝子から作った娘というわけさ。つまり、上条明日のクローンというわけだ。その時、私は当時の巫女塚研究室で人間のクローンを創造する技術があることを知らなかった。もちろん衝撃を受けたわ。だけど、もっと衝撃を受けたことがあるの。私はそこにうずくまっている少女の顔をじっと見ていた。いや、目を離せなかったと言った方が適切かもしれないわ。そこには生気も意志もないうつろな表情をした姿は、そう、まるで人形。どう言っていいのかわからない。見ているだけで悲しくなるような人形。それがあなたと私との出会いだった。そいつはクローンとして生まれて、私がずっと育ててきたものだ。今開発しているチップのちょうどいい実験台になるだろう。チップがシミュレーション通りに動けば、そいつを上条明日として巫女塚研に向かわせる。うまくいけば、巫女塚たちを告発するための材料を手に入れ、そこまで行かなくても、奴らは大混乱に陥ることは間違いないだろうな。
他の人間の遺伝子のコピーとして生を受け、実験台として育てられた少女。うつろな瞳の人形。一切の愛情を注がれず、自らも何の感情を持たない少女。初めて見た時は衝撃だったけど、すぐに私は割り切ることができたわ。私は人形を相手にしている、と思ってね。そして私は研究を始めた。私は灰原先生のもと、その少女の頭に埋め込むチップのデータを作ったわ。それが助教授室のハードディスクに入っているもの。あなたが灰原先生の部屋で見つけたもの。そしてあなたは1年前、私たちが開発した脳神経接続チップを埋め込む手術をされた。あなたのチップ内のデータは全て私が作ったものなのよ。そこには限定されたいくつかの記憶とロジックがプログラムされている。巫女塚研究室に博士課程に所属しているはずの姉。それは研究室サイドにとっては4年前に口封じのため殺害した上条あすみのことを意味する。つまりあなたの元となった人ね。それからは過去の記憶はほとんど参照できなくなったはずよ。姉のことを思い出そうとしたとき、あなたは非常に不愉快な気分になったはずよ。それはあなたの脳に接続されたチップ内で不快な信号を送るようプログラムされているから。だからあなたは意識的に姉のことを深く考えないようにした。失踪した姉を探すのにその名前も知らない。だけどそのことを深く考えることは怖くてできなかった。今あなたが住んでいる姉のアパートも鍵も全ては私が用意したもの。フィフスリポートを見つけろということを留守電に入れたのも私よ。香りの断定的な口調はまるで死刑宣告をするかのようだった。嘘よ、いい加減にして。あなたはひどい人だわ。そうね、私があなたにそう言われるのは無理もないことだと思っているわ。少し頭を冷やして現実を見つめるのね。あなたは実験台だったの。もちろんあなたの姉は存在しないわ。待って、お父さんを呼んで。お父さんがきっと私を助けてくれるわ。香りが何とも言えない表情でため息をつき、そして言った。もうすぐここに見えるわ。それからしばらくして、ドアが開いて、一人の男が入ってきた。